ベースキャンプ、調査の拠点であるベースキャンプです。物資を補給する ところがあったりだとか、食材を回収できるところがあったり、加工してくれるジェマがいたりします。で、今回の大きな特徴であるのは、拠点とフィールドの間がシームレス、ロードなしに移動できるようになっています。はい、で、私有の状態は皆さん、お昼の時間帯をお見せしていると思うんですけども、これは夜明け前の状態の時間の豊穣期になります。草食モンスターがすごくたくさんいますし、まあ、土砂熊に反応してですかね、草食モンスター逃げていってますね。はい、豊穣期はあまり群れないんですよね、土砂。そうですね、群れにくくなってます。はい、このようにマップの広さだったり、マップにいるモンスターとかも確認することができますし、これで今ピン立てました。はい、これが先ほど PV でも出ていたケマトリス。今むしってますね。羽をむしった行動をしてるんですけど、それをすると痕跡が生まれましたね。今回この痕跡、ワールドみたいに痕跡を貯めて調査ポイントを貯めなくても、自動でマーキングとかしていますので、あくまで痕跡はモンスターの生態行動と素材とかを入手できる機会になります。ちょっと今回ですね、本当に開発中の途中のもののバージョンを持ってきたので、はい、夜明けです。何か変なことが起こったらすいません。はい、先に言うの、今言うの。はい、ちょっと人絡みやりましょうか。はい、ケマトリスはですね、腐肉食というか、モンスターの死体を、食べるような食性を持ってまして、自分であんまり狩りをしない特性を持ってます。で、それに対してこの小型の肉食モンスタータリオス、たちは自分で草食モンスターを狩りを、するので、まあ、言ってしまえばこうライバル関係というか、対立関係にある、存在ですので、非常に、まあ、ある種仲が悪い。嫌そう。倒しちゃいました。おお、直しますね。小型でも群れになれば勝てるんだ。それなりに強くなっていくと、はい、っていうような、まあ、生態を利用した遊びもね、今回いろいろできる感じですね。はい、できるようにしてます。はい、で、今日本当にお見せしたいのは火の森なんですけれども、はい、マップを通してのファストトラベルでももちろん移動できるんですが、この砂原からシームレスに移動することも可能です。これすごい細かい話なんですけど、こうやってセクレートに乗って、まあ、移動していると思うんですけど、まあ、ところどころで採取できるようなやつが左のところに出てくると思います。で、これを、このような操作、スリンガーを構えていただいて、で、ちょっとボタン左右を押してもらって丸を押したら、そっち向いてなくても全部自由に取ってくれます。オートで取ってくれますんで、ちょっと画面に捉えてなくてもこの状態で丸を押すと取ってくれますので、ちょっとした便利機能ですけど、ね、セクレートのオートの移動と合わせると非常に便利に なってます。はい、なのでしっかり狙わなくてもある程度の感じでポイポイ取れるので、ぜひ使ってみてください。はい、で、ちょっと、まあ、こういう形で、地続きで次のフィード、はい、火の森まで到着しようとしています。火の森入りました。はい、そうですね。はい、まあ、この辺はストーリーが進むとこういけるようになっていく感じですね。そうですね。はい、はい、で、火の森は、まあ、荒廃期ですので、特徴的な赤い水、はい、これが火の森のゆえんですね。まあ、水が赤いと、うん、赤い成分が、まあ、ダバラバリナですね。ダバラバリナ、この子は一旦無視しましょう。無視しましょう。ね、一旦ね。一旦。後で見せます。今じゃないです。ちょっと待ってください。はい。で、これピラギル、海竜種の、小型モンスターになります。血の匂いに反応するような性格質を持ってまして、モンスターやプレイヤーが傷ついていると積極的に攻撃を仕掛けてきたりします。で、この先にもおそらく、よいしょ、いますね、いますね、ラバラバリラバラバリだね、はい、いますね。ちょっとお見せしましょうか。はい、
ナイスです。おっと食事を忘れてますね。食事はこんがり肉を食べます。食べると、はい、最大体力も含めて今回上限値を上げてくれますので、はい、まあ、ある種簡易的な食事のように、あとまあ飛躍のような使い方っていうのが今回できるようになってます。はい、でラバラバリナ自体は、このような回り込むような動きですね。強化屈指でありながら、バイク回り込むような バレリーナのような動きと、この、腹部から出すこの、麻痺トゲなんですけど、これちょっと特徴がありまして、よし、一回食らっても大丈夫です。ですけど複数食らうと麻痺になる。 今までなかったこういう、複数回数スタックすることで発動するようなタイプの、麻痺毒になってます。はい、で、まあ、今回の特徴の一つであるシームレスなクエストスタートです。ある程度ダメージを与えたらクエスト化することもできますし、マップからクエスト化することもできます。今までのようにクエストカウンターベースで、人を読みながらスタートするということも選択肢としてできるようになってます。うん、ちょっとじゃあこのさらにちょっと連れていきますね。うん、はいはいはい、おっと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 、こっちは準備 OK だよ。おでピンを差し直せばセクレットでオートでそちらに連れて行ってくれますので、はい、セクレット便利ですね。はい、まあ、ピンを打ったり C すればもう基本的にはそっちにオートで向かってくれるので、レバーレスで進んでいきます。うん、はい、で土砂熊、お、やり合うか。はい、おっ、おお、どうだ、おお、なんやなんや、なんかどうだ、お、争い出しましたか。はい、縄張り争い、おい、避けた、おい、はい、刺してる、刺してるかも、強い、パワーファイターなんで強いですね。なんですが、でも痺れ、先ほどの麻痺毒で麻痺して、よいしょ。そうですね、まあ、ああいうモンスターごとの特徴でね、結構、生き抜いているって感じがしますよね。はい、いいね、まあ、生態系の一員なので、うん、まあ、こういう争いが、まあ、ハンターがいないところでも発動発現したりしています。今怒ったので腹部が広がりましたね。はい、そうですね、ちょっと怒った状態でも、モンスターを連れていくことっていうのができますので、誘導することができますので、これでよいしょよいしょよいしょ、ここまでいきますかね。はい、巣の方に、はい、ちょっと連れてってみたいと思います。行きましょう行きましょう。はい、あ、怒ってない、怒り終わった。そしてまずいことになりましたね。今まではね、いい感じの流れだったんですけど、よいしょ、あ、ちょっと怒らせましょうかね。うん、怒らせましょう。よいしょよいしょ、ライトボーガーに切り替えました。はい、まあ、今回セクレトリン武器ポーチついますので、よいしょ、変な動き、よいしょ、2種類目の武器っていうのを、あ、おー、やばい、危ない、危ない、やばい、危ない、が、危ない、お友さん、優しさ出た、お友さん助けてくれない、よかった、お友の方行け、よし、オッケー、あー、危ない。ちなみにこのラバラバリナの麻痺トゲなんですけど、この攻撃で壊すことができます。スリンガーなどでも壊せるんですけど、はい、やばい、まあ、こうやってあのガンナーとか、まあ、弾打てるやつはこうやってサポートして、はい、まあ、マルチプレイでも結構協力が、いろんな形で協力できる感じですね。はい、さあ、触れていきたい。怒るかな、怒るかね、怒るかね、怒らせたいんですけど、うん、なかなか怒らないですね。うん、気まぐれですね、相変わらず。よいしょ、
ちょっと待ってくださいね。怒り待ちですか。はい、ま、だ怒り待ちなんで、すいません、まだ時間もあります、大丈夫ちなみに今、傷ができたんですが、まあ、おさらいですけど、今回集中モードというものがありまして、構えが変わって照準が出てると思います。そうするとこの傷が赤く光って、はい、この状態でよいしょ当てると、当てると難しいんですね、こいつが来ました、はい、今の操作は何ボタンでしょうか。集中弱点攻撃、危ない危ない危ないですよ集中弱点攻撃は危なくないですよ集中モードになった状態で、傷をつけて R2 トリガーの方やって、はい、R1 ボタンを押すと、武器固有の攻撃ができるようになります。はい、ちょっともうと直接巣を最後お見せしますね、はい、そうですね、せっかくなんでちょっと体型をいきましょう、ちょっと見せながら、じゃあ本当は連れて行きたかったところですけど、まあしゃあない、行こう行こう、ゴー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 、どんなところに住んでるんでしょう、どんなお家なんでしょう ねお宅訪問ですね、うん、先に帰ってるんですか、帰ってないか、帰ってないかな、帰ってない、まあ、もちろん雲型のモンスターなんで、はい、こういう巣があるんですけど、まあ、巣の色もこの火の森の赤い水の成分を使っているので、まあ、こういった巣自体も赤く、特徴的な色をしてます。ステージですねこれもうね、うん、言ったらね、だお尻 あの広がってる赤いものだったり、まあ、落とす針の色だったり、まあ、基本的にはこの火の森で生息しているので、ああいう色になってる感じです。はい、ちなみにこれも初出す情報ですけど、うん、今回これ骨塚、骨の素材が取れる骨塚は、まあ、固有の場所にもあったりするんですが、実際に草食モンスターが、死んで死体がそのまま骨塚に遷移することがあります。ですので肉食モンスターが運び込むような場所にはたくさん骨塚が発生したりしますので、その辺もちょっとご注目ください。一旦後輩機の方の、ね、そうですね、説明はここで、はいはい、ラバラは来なかったと、はい、帰ってこなかったと、はいはい、また別のところをお見せします。はい、ちょっと準備します。はい、でこの準備中に、はい、ね、意味ありげにつけてる僕らのこのぬいぐるみ気になってたんですけど、これですよね、この説明をしないといけないです、ね、お揃いでつけてるじゃないですか、はいはい、これはね、SNS の方を見てもらったら分かるんですけど、キャンペーン今やってて、はい、そのキャンペーンに応募していただいたら当たる、ちょっと耳が垂れてるな、ちょっと、はい、当たるジェマのあれです、ジェマのよく見つけているぬいぐるみですね、ジェマのあのぬいぐるみです、かわいい、これめっちゃよくできてるんで、はい、ぜひ応募してください、ぜひ、はい、すごいかわいい、はい、もうちょっとですかね、もうちょいかな、はい、少々お待ちください。公式 X を見たらいいってことですか、 SNS で。そうそう、公式の X 見、はい、では切り替えお願いします。はい、はい、詳細のわからないキャンペーンだったけど、はい、見てください。はい、じゃ続いて出てますか、出てるよ、はい、はい、あらかわいい、かわいい、ほらかわいい、かわいい、そしてこれがかわいい、初公開のかわいい、はい、タイトル画面、これタイトル画面です。そうです、ここからゲームに入っていきます、はい、ここからゲームに入っていきます。で先ほどのあのラバラバリナの装備、非常に人気があると思うんですが、それに、ハンター、お供、そしてあとセクレトの方もちょっとカスタマイズして白っぽい色にしました。セクレト、名前を変えたりだとか、こういう色の変化とかいうのもできる、ゲームが進めばできるようになります、はい、セクレト色ちょっと変わってるので、あのそういうのもできますので、はい、ちょっと変えてます、はい、それを見てもらえれば、はいはいはい、でこれが先ほどの、先ほどじゃない、はい、森の方のベースキャンプになります、はい、聞いて聞いて、うん、まあ、お話が進んでいくと各地にこうやってベースキャンプが増えていって、まあ、そこを拠点にどんどんまたお話が展開していく感じ、はい、じゃあ今が、異常気象、森の異常気象の状態になります、はい、増水して、集中豪雨で、増水した状態になっています、はい、
まあ、先ほどあの赤い水だったのが、まあ、今度はこうちょっと濁流のような感じになって、うんまあ、川の流れがかなり強い、うんまあ、水分量がすごく上がっている状態になります。だからさっき見せたところと同じ場所なんですね。ここは同じ場所、全然違って見えますね、はい、全然違って見えるでしょ、うんはい、ちょっとこう奥の方の視界も悪くなってきますね、はい、ピラギルギル、まあ、あの各フィールド、うん、異常気象が発生したときに、焦点捕食者が、出現するんですが、はい、これがうずつなです。はい、お見せしますよ、はい、こいつもうずつなです、はいはい、体にいくつかこの触手のようなものが、生えてまして、はい、そこからこの、体液と、水分を混ぜ合わせたベール状のものを、まとっています。でそれがこうベールのある部位がですね、水に当たると今のように水流を起こして、プレイヤーの行動を制限しながらこの巨体で、攻撃してくるようなモンスターになります。はい、質感がいいね。プレイヤーはどう狙っていけばいいんですか。まあ、水流来ましたね、はいはい、なかなか広範囲なんでちょっと困りますよね。当然この陸側だとその行動は、防ぐことができますので、はい、ツバゼリアイース、ナイス、はい、ワニ横でワニが痺れている痺れてる。あ、そうか、麻痺の属性がついてる、はい、そうです。もうでかいっすね、この濁流やばいっすね。かなりね、強力な行動をしてくるので、はいはい、まあ、プレイヤーがその対応する手段としてはこのベールを攻撃すると、まあちょっと青いダメージ表示が出てると思うんですけども、これはですね、あのベールに当たっていることを示しています。なのでダメージ効率自体は本体を狙った方が、高いんですけれども、あえてこのベールを狙っていくことで、割と簡単に壊すことができますので、よいしょよいしょ、今壊れましたね、一部分壊していく、よいしょ、危ない危ない、おお危ない、とはいえ主ですからね。主ですからね。強力ではあります。よいしょ。もうちょっと見せます。あ、今北条化しましたね。北条化した。あ、なんか景色がまた変わりました。はい、そうなんです。あ、今壊れました。あ、今壊れましたね。まあこのように見ないふりしてください。見ないでくださいね。はい、気づかないふりをしてください。本体の方を狙っていくか、このベールを、攻撃していって、攻撃力を抑制していくか、まあ、プレイヤーの選択肢に合わせた、攻略っていうのを取っていただければと思っております。はい。はい。はい、まあ、これちょっとじゃあ別のところも補助金になりましたんで、はい、見ていきましょう。はい。さっきちょろっと出ましたけど、はい、何も見てないです。見てないことにしといてくださいね。驚いてくださいね。何も見てないですよ、はい、驚いてくださいね。言えば言うほど気まずくなる。まあこうやって先ほどのあの集中豪雨で、うん、あのいわゆる赤、川を赤く染めた成分が流れ出して、まあこういう綺麗な水の色になって、まあ日も差すので本来の森の 色が戻ってくるという。で植生もどんどん変わっていくので、まあ、こういう色とりどりの、植生も見ることができます。ちょっとこいつもほっといて、はい、この辺は食虫植物がたくさん生えているような場所になります。お、食べられてる。おー、食べた、はい、自然の厳しさでございます。はい、行きましょうか。はいはいはい、どこに向かってんだろう。まあ、こういうスターを伝って、まあ、高い位置ところに上がっていく場所も何か所か。こういうのも全部セクレットがオートで、はい、一番最短なルートを取ってくれますんで、はい、気持ちいいですよね。こうなるんだ、はい、まあ、こういう滑空の能力もあるので、まあ、こういうのをうまく使った操作が、はい、してもらえれば気持ちよくフィールドを移動してもらうことができます。はい、で出てきましたね。行きましょう。お、あ、出てきましたよ。寝てる。
はい、ここ、まあ、まず北条家にはこういうこう蜂蜜がたくさん取れるような場所もありまして、まあ、プレイヤーもこう非常に実りを享受できるんですけど、こういう場所はコンガも大好き、はい、そして寝てる人が人ではないか、よいしょ、行きましょうか、起こします、まあ、今回はかけちゃって、じゃあ目を覚ましていただきましょう、はい、目覚まして、はい、はい、ババコンガです、はい、ババコンガだ、はい、すごいな、ババコンガにこんな拍手が歓声がいただける、拍手が、僕ね、今ずっとババコンガを出してほしいって言われた今キノコ、毒キノコを食べて、食べたので、毒のブレスを吐けるようになったんですけども、今回は、そういう特徴自体は昔からそうだったと思うんですが、今作ではその、キノコを食べた時のブレスの形がモーション自体が変化してますので、まあ、今毒だったら結構アクロバティックに距離を詰めてから、吐くようなものになります、来ました、早いまあちょっとご存知かもわかんないですが、ババコンガはこのステージで完全に初出しのモンスターです、初出しモンスターですね、こういうとこで、はい、ラバラバリな装備なので麻痺属性がついてます、うん、ですね、おい、はい、これもちょっともう一つ連れていきましょうかね、はいはい、はいはい、よしよしよし、お、連れていく、はい、ちょっとお見せしたいところが、はい、また誘導します、はい、はい、すごい、これでもだいぶ印象変わりますね、セクレト、セクレトをカスタマイズするとそうですね、ね、いい、うん、さあよいしょ、どこに連れて行く、ほら、でっかい蜂の巣があると思うんですが、はいはいはい、おお、出ましたね、めちゃめちゃ刺してめちゃめちゃ毒にしてくれましたで、嫌がって攻撃してます、あいつがやったじゃないのにな一つぐらいね、キノコ食べてくれるといいんですけど、うん、お、お腹、あ、減らしましたかね、お、とった、とったとった、これがニトロだけかな、おー、ちゃうちゃう、ニトロだけまだ食べないですね、悪臭ですか、今、おお、おい、た、はい、食べていいぞ、はい、お、食べたかな、食べてる、食べてそう、今食べてますね、食べると、お、お、お、なんかブレスの、おい、あーすごいちなみに終盤になると特別なキノコ、トリュフを掘り出したりとかもしてきます、それトリュフを食べた状態だと全てのブレスの効果を、やってきますので、はい、非常に危険なんですが、同時にキャンセル、食事をキャンセルすることができると、まあ、トリュフのかけらみたいなものをプレイヤーが入手することができて、食材として食べることができたりもします、うん、うん、おい、はい、っていうのをお見せして、はいはい、次はあれ見せますよね、まだもう少し、はい、もう少し あります、大盤振る舞いですね、大盤振る舞い、ちなみにマップはい、はい、全容はこれぐらいです、うん、火の森と比べても全く遜色、火の森じゃない、砂原と比べても遜色ない、広さになっております、はい、で今回こうキャンプ、いろんなところに自分で置いていきながら、でこういうところでちょっと仕草がね結構いいですよね、お供と構うっていうのが R2 で出てると思うんですけど、うん、構う、はい、だいぶ長いの引きましたね、これは構えるんです構えー、こんなたわめができるですが、どうした、どうした大丈夫、大丈夫イチャイチャできます、大変なこともできます、はい、かわいい
ちなみに あれはもう ああいうものなので、あのイチャイチャするだけです。本当にああいうもの、ああいうもの。何かステータスアップがあるとかそういう、あ、そうですね、はい、ものでもなくイチャイチャするだけ。あ、これはまさか。魚がたくさんいますね。はい、豊穣期、あと豊穣期の中でもさらに、朝方と夕方になると非常に魚がたくさん群れた状態になりやすくなりまして、その状態だと非常に釣りやすくなります。何がいるかな。よ、何を釣りますか。何釣りましょうかね。よいしょ。今回あの釣りはルアー釣りになりまして、ルアー投げて巻き方ですね、3種類あって、早く巻きた、早く巻いたりゆっくり巻いたりビシバシしゃくったりっていう3種類があるんですが、それによってこの魚の関わり具合っていうか変わってきます。今なんかでかい魚がいますね、あっちに。見てくれてないな、うん、そうね。落とすチームにすごい釣り好きがいまして、はい、そのまあ徳田さんもそうなんですけど、もうその人たちを結託してこれを作ってる。リアルな感じになってるわけですね。これ大型の魚がかかった時は、はい、まあ、ちょっとしたミニゲームになってまして、魚が泳いでる方向に竿を倒してあげる、まあ、ジャンプした時はそこに合わせてあげることで、糸を守っていく。で、魚が疲れた時に一気に巻いていく。ことをしていくことで、そろそろいけるか。いける？そうか。来るんじゃない？大きい。来るんじゃないか。もうダメだ。まだか。もうちょい。もうちょい。もうね、あのやってる方は本当に楽しいです。楽しい。出たー。でかい。でかい、でかいのをゲットです。もう手に持てないサイズにまで魚の大きさ大きくなりました。はい、です今大食いマグロ今までもいた種類になりますけど、この地特有の魚、釣れる対象点たくさん用意してますので、そちらにもちょっとご期待いただければと思います。はい、はい、でちょっと最後に、はい、んまだ見せてくれ、はい、うん、はい、ちょこっとだけ。はい、モリバーのアジトになります、ね、ここが先ほどちょっと話しかけたこの、火の森の獣人族のモリバーたちですね、はい、まあ、この遺跡のようなところにもう、住み着いて、まあ、自分たちで森から拾ってきたものを、まあ、身にまとったり食べて行ったりっていう感じで生活してるやつらですね。なので天井が彼らのサイズ感なんで異常に低いんですけど、うんうん、まあ、彼らはこういう巨人、うん、こういうところで住んでるって感じですね、うん、はい、まあ、仲良くなるとあのクナハ村とかと同じくですけど持ち物の交換ができるようになったりとか、はい、その施設機能としても使えるようにもなったりもしていきます。はい、なるほど。なんかわなんかしゃなんかしゃなんか会話します。こいつが可愛いんですよね。可愛い。さっきのなんかコンガの毛を集めてるやつがいるとかね。でこいつらってあのここにいるだけじゃなくてフィールドの方でも結構うろうろしてたり。うん、そうですね。あの特に豊穣期とかだと、水が流れた後の下流の方であの流されたものをこうゴミ漁りみたいのしてたりとか、それをこういらんアイテムポイってしてくれるんで、それをこうプレイヤーが入手してしたりとかもできます。はい。はい、ここ夜な夜なね、ここがですね、豊穣期の夜になるとここでみんなが宴を開きます。ちょっとね行き方が若干分かりにくい場所なので今日あのお見せ、しておきますので、あのゲーム発売した時までちょっと覚えておいてください。そんな年をまたぐまで先やな。フィジカルな誘導やな。はい、まあ、もうちょっと経れば夜になってきました。火がついて、はいはい、実際に
来るところもお見せできますが、はいはい、その間どうしようかな。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、もうちょい、もうちょっとってどれくらいだろう。もうでも日が暮れてきてるんで。じゃあ、あほらモサモサ出てきたんじゃない。なんか藤岡さんが話してくれると、はい、ちょっと小話もらいます。来た来た。あらあらモサモサ。来た来た来た。来た来た来た。集まってきた。うわこういうのに集まってくるんだ。はい。可愛いね。なんかモサモサし始めます。え、これで。でもうちょっとで多分火がまた夜になる準備はバッチリ、はい、してくれますね。お、綺麗、すごい星。そうなんですよね。北条記には一転してこういう星空が広がってあるまま来ました。気持ちいいですね、はい、これね、流れ星多分すると思います。お、流れ星来る。うん、多分よ来ねえな。見えないな、まだうん、しないですね割とするんで、ぜひ星空にも注目してください、はい、はい、ま、キャンプファイヤー始まるかな。もうちょっとかな。準備中。準備中ですね。で、キャンプファイヤー出てる時は、はい、いわゆるこの、よろず焼きみたいな、ワールド時のよろず焼きのような機能で、いろんなものを渡して焼き物をしてくれる、うん、機能とかも開放されますし、縁も竹縄になるとこういろんなアイテムをくれたりとかも、うん、しだしますので。あ、出ました。あ、着いた。はい、はい、ぜひこの場所覚えていていただければと思います。モリバーと交流できますので、はい、ぜひ、はい、ところでって感じですかね、はい、次プレイは以上になります。はい、ありがとうございます。始め